よく見ています。よく見ましたね。はい、しっかりと見ました。もう一回今のシーンです。さあスワローズ、この後下位打線から始まります。9回の裏、最後の攻撃になりました。トップバッター竹内、なんとしても出塁したい最終回です。最初は変化球、空振りです。ワンストライクです。この試合の奪三振の数が2となっています。どう攻めるのか。これはボールになります。ワンエンドワン。今日のバッティング2打数の1安打。さあ3球目はどうか。ここは大きな変化球見せました。ワンストライクツーボール。攻撃中のスワローズ、ここまでの残塁の数なんですが9となっています。さあバッターちょっと無理か。変化球打って、これはショート一塁へ。一塁、これは十分間に合います。アウトです。そしてバッターは8番田中裕康。第1球、初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク。田中裕康、今日のゲーム2回出塁しています。さあ第2球、低めを打った。これはピッチャーやって破りました。センターへのヒット、ヒットになった。3打席連続のヒット、センターへのヒットを放ちました。ライオン、ここで2番手ピッチャーを送ります。小鍋、ワンアウト、ランナー1塁の場面でマウンドに上がります。さあ最終回、きっちり抑えるのか。さあランナーが1人出ました。ライカ、9回の裏ワンアウト。7回の3打席目、送りバントを決めています。その初球ボールから入りました。ワンボールになりました。ワンアウトランナー1塁、まっすぐできました。2球目はこれは外れました。今日はここまで2打数でノーヒット。ストレート、ノーストライク、3ボール。今日4回目のバッターボックスに入っています。キャッチャーの要求はストライクが入りません。このフォアボールでランナー2塁1塁となります。そして次のバッターを迎えます。うちランナーを返していけるでしょうか。今日のバッティング3打数2安打、低いボールまず内へ持ってきました。カウントワンストライクノーボールです。さあ5回目のバッターボックス、2球目はどうですか。今度もストレートできました。ワンストライクワンボール。クッチ、このゲームは3回塁に出ています。さあ3球目、低いボール、これは高いバウンド取りました。このままキャンバスを踏んでアウトになります。ファーストゴロに終わっています。そして打順は2番川島、そのバッターボックスとなります。まあ、せっかく形作りましたからね、まず追いつきたいですよ。ですね、ここで点につなげておきたい。抑えて勝利とするのか。まずはインコース、ワンストライクです。セカンドランナー帰れば同点ということになります。アウトコース、ストライク、ボールカウント2ストライク。これで終わるか。あっと、ワイルドピッチでしょうか。今拾ったかどうか。さあ4投目、この変化球はわずかに外れました。見ましたね。はい、でもおかしくないボールでした。さあ何を見せるか。あっと、空振り三振、試合終了。このオープン戦は2回
2対0、ライオンズの勝利となりました。投手リレーで完璧に抑えています。勝利監督を迎えてインタビューが行われています。さあ、ヤクルト対西武、ご覧いただいてまいりました。解説は田尾康さん、そして黒木智弘さんでお送りしました。楽しい解説をありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。